シナリオ、時をかける少女は、筒井康隆による自作のパロディシナリオ。短編小説集、串刺し教授に収録されており、新聴者の筒井康隆全集、第24巻でも短編小説に分類されている。筒井のジュブナイル SF、時をかける少女は、1965年から1966年に発表された作品であるが、 1983年に角川春樹製作大林信彦監督原田智洋主演で初めて映画化された。本作はこの映画を原作者である筒井自身がシナリオ形式でパロディ化したもので SF アドベンチャー1983年6月号に掲載された。後短編集串刺し教授に収録されている。当時、 校内暴力が大きな社会問題となっており、そうした世相がかなり反映されている。一般的な映画脚本のフォーマットのように、柱書きやセリフの前の人物名はない。シーンとシーンは開業と行頭の丸印で区切られている。と書きの自生は一般のシナリオと同様、現在形である。俳優たちが映画のシーンをカメラの前で演じている。 周囲では彼らに構わず、暴力中学生たちが集団で若い女教師を押し倒したり、不老者を足下にしたりしている。暴力中学生たちを気にして、俳優たちも次第に演技が続けられなくなっていき、虚構を演じることへの疑問を口にする。主役の彼女は、無理にでも物語を進行させようと演技を続けるが、暴力中学生たちは直接妨害を始め、 相手役をバットで殴り倒して彼女に襲いかかる。演技が続けられなくなった彼女の尻滅裂な叫びで唐突に終わる。ありがとうございます。